通信って知ってる？午前0時にホームページに書き込むとどんな恨みでも晴らしてくれるってやつ？地獄少女？私は縁の愛、呼んだでしょ。受け取りなさい。あなたが本当に恨みを晴らしたいと思うなら、首の赤い糸を解けば、恨みのあなたは速やかに地獄に流される。引くの？人を呪わば穴二つ。契約を交わしたら、あなたも地獄に落ちる。死んだ後の話だけどね。極楽浄土へは行けず、あんたの魂は痛みと苦しみを味わいながら永遠にさまようことになるんだ。なあ、俺を地獄送りにしてくれないか。疲れたんだ。楽になりたい。死んでみる？